同胞、レッドソックス吉田正尚さん、アメリカで陽キャに拍車がかかる。何のダンスなんや？世界がさらに解放された感じ。ノリは大事やね。めっちゃ馴染んでていい雰囲気やな。正尚さん、キャラ変したな。アメリカの血が乗り移ってるやん。あの時も踊ってたもんな。とこういうことだったんだな。この輪でどんなダンスでもいいから自分の凝り固まった恥なんて捨てて、入ったらまた一つオープンマインドになれるよな。キャラ的にアメリカも合ってるんだろうな。見てるこっちも楽しくなるしいいな。こんな正尚見れると思わなかった。ちょっとやり慣れてない感じなのかわいいな。俺もこれ踊りたい。足短いのかわいい。オープン戦からずっとヒットも続いてるし、気分もいいんやろな。アメリカのノリになんとかついていってるの最高。吉田正尚みたいな明るくて性格良さそうな人いいよな。いいチームだなレッドソックスって。日本を離れると陽気な気分になるらしい。腰の動きが怪しいって。吉田正尚ってこんなキャラだっけ？こんないい雰囲気作ってくれてると選手みんなやりやすいだろうな。日本にいた時もこんなキャラやったんかな。楽しそうで何よりやわ。正尚ならもっともっと落ちまくれるはず。2年目だし完全にチームに馴染んでるな。オリックス時代の吉田は寡黙な猛者のイメージがあったけど、本来は陽キャなんやな。正尚頑張ってほしいな。応援してる。やっぱりチームに馴染むのって大事だな。レッドソックスで欠かせない存在になってほしいわ。アメリカって陽気な人多いな。チーム競技でこういうのめっちゃ大事よな。アメリカに染まったら正尚もこんな感じになるんか。こういうの見てたらほっこりするな。まだホームランこそ出てないけど、近いうちに打ってそうやね。今年どんな成績残すか楽しみだな。ほんと頑張ってほしい。